はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホームからお届けさせていただきます。でですね、今日のテーマなんですけども、クラン対戦リングから1個、ポイントをお話ししたいところがあって、ライトニングです。もうかなりね、もうこれは戦術としては、もう、こちらこちらでおそらく目にかかる機会の多い、まあ、戦術なので語るところもそんなにもうなさそうに思えてるんですけども、ちょっと一個だけ、お話ししたいところがあって、皆さんこれライトニングの効果範囲ってどういう風に覚えてますかね。よくいろんな、ツイッターかなで見かけるんですけども、こういう範囲ですよみたいなね、図を書いて説明してくれてるツイートなんかがあったりするんですが、なかなか覚えられないですよね。どういう風な、マス目で使えばいいのかみたいなところが、まだ多分ね、うる覚えになってる方結構多いと思うんですよ。で、大体このくらいならいけるだろうみたいな感じでこうね、打っていくパターンも結構あったりすると思うんですけども、今回、桐生さん、これ綺麗な全開だったんですね。私、この後見てもらう、アタックでなぞってるんですが、この1、2、3、4ですね。投石機2機プラスの、相手のクランジョインフェルノタワーと合計4本折ってるんですけども、これですね、実はもうちょっとね、お得に折れるんですね。ライトニング同じ数で。で、まあ、それをどんな風に自分が、やったのかっていうところをちょっと見てほしいなと、まあ、いうのが本日の動画の趣旨です。まあ、アタックそのものは、このキリチョウさんが初見でやってるこれを、一生懸命なぞってるだけなんで、全然ね、自前の、内容ではないんですけども、ライトニングに関しては、多分キリさん、多分この配置見た瞬間に、多分結構いけると思ったんじゃないのかなと思うんですよね。もういけると思って、そんなに多分気合い入れて、ライトニングの打つ場所を考えなかったんじゃないかなと思うんです。なんですけども、自分はね、そこまでのラバル回しだったり、まあ、スーサイドのスキルがないので、結構真剣に考えて、少しでもね、ライトニングでアドバンテージを、こそぎ取ってやろうというね、貧乏根性を出しながらやったというところなんで、まあ、そこですね、もうちょっと話したいと思います。まあ、今回の、まあ、メインパートに移る前に、せっかくなんでこのアタックよく見ていきましょうかね。しっかりヒーローパートでこの上半分をがっつりとこう削っていって、で、残ったここですよね。ボマーを当てていきましたね。当てて削りながら、全体のラバとバルーンをこの面で、出していくと。こんな感じですね。ガーッとこう向かい出していくって感じですね。かなりその直線のルートっていうのを、キリチョウさん、かなり、意識して、その、スーサイド、まあ、ヒーローパートをやってらっしゃるんですけども、今回のアタックでもそれが出ましたね。ラバルの面っていうのが、こっから出てきて、で、もう一個こっからもこう出てきたんですけども、基本的にはもうこの直線ルートもまあ進めるのにあたって、こっちからこう押し上げを図るような感じのイメージですね。メインはこの直線に進むこの、バルーン部隊ですね。あくまでこっちの、まあ、A、B と書くのであれば、この B の方はサポートに過ぎなかったような使い方だったかなというふうに思います。お見事ですね。でですね、ここからが本題になりますが、どれだったっけな、これか。同じね、本当に配置がありまして、それをね、自分が攻めたんですね。で、このアタック見てほしいんですけども、さっきね、キリチョウさんがやった時には、この1、2、3、4個を削りましたよね。自分同じ数のライトニングとクエイクでどうやるかっていうと、はい、まずクエイクを打っておいて、ライトニングを打っていきます。1、2、3、4ですね。で、残り4発を、こっちですね。1、2。で、さらに、はい、ここで3、4と、まあ、いう感じ。なので、まあ、合計6施設が壊れ、かつ2つの施設にダメージが入っていると、まあ、いう形になります。で、ちょっとね、ここで、ライトニングの、どんなね、マス目で見たらいいのかっていう、そこの話を、していきたいというふうに思うんですけども、あ、これよりも偵察画面の方がいいですね。こっちで見ましょうか。ですね。ライトニングを打つ場合っていうのは、これ見えますかね、マス目がでも見えないかな、ちょっと見にくいんですけども、マス目が一応ね、このクラクラってあって、まあ、これで言ったら、1、2、3、4、5、6、7、8、まあ、9マス分のこういうね、スペースにスペースが置いてあるって格好になるじゃないですか。で、ライトニングの効果範囲っていうのは、僕一番自分がその、覚えやすい方法で覚えてる覚え方っていうのが、将棋でいう桂馬ありますよね。桂馬の、動ける範囲が
一番遠くまで届く場所っていうふうに覚えてるんですね。どういうことかっていうと、桂馬って、これみたいにこう、松目がね、こういうふうにあった場合、ここに桂馬がいたとしますよね。この今塗りつぶしてるところに桂馬がいたとしますよね。そうすると、桂馬っていうのは、ここか、ここに行けるんですよ。てか、まあ、ここにしか行けないですね。ここはいけない。他のとこはいけないんですけども、どう書けばいいかな。まあ、塗りつぶしてここか。ここの上の2つにこう行けるんですね。で、これがライトニングが遠く一番遠くです。一番遠くのマス目なんですね。なので、単純にこれだけ覚えておけば、どこにライトニング打ったらいいかっていうのが、すごくね、計算がしやすいと思います。まあ、これは自分の方法なんで、他にもいい方法があるかもしれないんですけども、今回で言ったらですよ、例えば、クラン城がありますよね。クラン城があって、もうこれに通すキーがもうこう隣接してるんで、これはもう狙い目だと。で、この3つは必ず壊したいっていう考えになると思うんですけども。ではね、どんだけ、ここから欲を張れるかっていう話になってくるじゃないですか。なった場合に、考えるべきは、ここ。一番クラン城から遠いところ、クラン城の隅っこですね。ここにライトニング打った場合、どこまで遠くからライトニングが届くかなってことなんですよ。で、今の桂馬の話をすると、桂馬は、ここですよね。ここ。1、2、3と。この位置まで届くんですね。3マスここまで。なので、じゃあここにじゃあライトニングを打ったとしましょう。打った場合に、攻撃機は簡単に入りますね。1マスなんで入る。じゃあこのエアスイーパーはっていうと、1、2、3なんですよね。なんで入るんですね。これも範囲に入るわけです。で、このインフェルノはどうかっていうと同じですね。こうなってるんで、この矢印書いたこの白塗りの部分から、1、2、3ということで全部入る。つまり、この今白く塗りつぶしてる部分に打つと、この4つが全部巻き込めるということがわかるんですね。で、こんな風に自分、見てます。あとは、ライトニングの呪文を落とす、数ですよね。クエイクの呪文何発で、ライトニング何発でっていうところを、意識というか、まあ、ちゃんと、まあ、なんかスクリーンショットとかなんか撮って、一覧表でもいいんですけども、持っていさえすれば、あとは、落とす場所をマス単位で間違えない限りしっかりと、施設が壊れるということですね。で、こちら側も同じです。今こんな同じように、これで合計9マスこうあるじゃないですか。1、2、3。一番、隅っこのここから考えますよね。こうすると一番遠くまで持っていけるとして、1、2、3なんですね。ここに落とすとなりますよね。で、そうするとインフェルノタワーはどうかっていうと同じですね。はい。1、2、3と来て、どこだ？いや、これも厳しいのかな？ちょっと待ってくださいね。これ、1、2、3。インフェルノは、あ、そう、インフェルノは入んないんですね。だから、今この9マスがあって、インフェルノは入れないんですよ。で、ここに1、2、3ってこう行くじゃないですか。この部分一番遠くに落としたとすると、インフェルノは、こういう風になっちゃうので、こういう風に、なんていうのかな。この部分がインフェルノなんですね、ここが。なんで、1、2、3でインフェルノギリギリ届かないんですよね。なんで、思いっきり、クラン城から離して欲を張った場合には、インフェルノには届かないという結論になっちゃいます。で、じゃあ、こっから見るときに、じゃあ、透析機とエアスイーパーどうかっていうと、透析機は1、2なんでも届くんですよね。で、エアスイーパーはっていうと、こうなります。1、2、3なんで、桂馬の位置に届くんですね。まあ、ここまでだから全部攻撃が入るわけですね。こういう風に。入るか届くわけですよ。はい。で、これが分かってくると、あとはじゃあ、何発、何に当てるかっていう計算をするだけですね。まあ、結構それが大変でもあるんですけども、ちゃんと計算をすれば、まあ、その無駄なくライトニングが入るということで、見てもらうとですね、もう一回。自分こっち4発打ってます。インフェルノと、投石機は、クエイク2発落とした場合には、ライトニング4発で壊れますので、まずクエイクを落として、施設が壊れやすい状況を作っておきます。先にね、このクエイクを落とすの重要です。ライトニングからいっちゃうと、最後クエイクを落とした瞬間に、施設が壊れませんでしたってオチになっちゃうケースがあるんで、まずはクエイクから落とします。で、壊したのを確認してから、じゃあ残ったライトニングをこっちのね、より遠くに打っていこうというね、ことができます。うっかりね、ほんとこれ逆にしない方がいいです。必ず落とす場合にはクエイクから落とすと。ね、アーチャークイーンを処理する場合には、ちょっとね、これ逆にした方がいいですね。クエイクを先に落としちゃうと、
アーチャークイーンに、ラテン語を当てるタイミングが、ずれてしまったり、また、まあ、いうことかな。一番それが問題か。になってしまったりするので、あと、ロイヤルチャンピオンですね。ロイヤルチャンピオンが、グランドウォーデンの像の、このエナジーサークルの範囲内にいる場合っていうのは、エナジーサークルの効果が効く前に落としちゃわなきゃいけない。はずだったかな確か。ということを考えると、なるべくですね、ライトニングから落としていかないと、最悪、ロイちゃんが残っちゃうなんていうね、事態に発展しかねないんで、そこは注意が必要です。さあ、今私のアタック、ちょっとね、なんで急にボンバーンが出てきたかっていう話なんですけども、間違えてね、ロイヤルチャンピオンで、まあ、ストライカー出そうと思ったら、横にあるボマーをタップしてたみたいで、ボマーンが出てきて、危うくね、大事故になりそうでした。まあ、バルーンを使って、マルチインフェルノを壊しておいて、あとはそこからキリジョさんの、ラバルパートの謎りですね、いう感じでこういう風に持ってったっていうところです。まあ、本当にですね、このライトニングの呪文って、今、使える村、使えない村、結構ですね、見極めはいるもののですね、刺さる村に出会えた時には、本当に大きなアドバンテージが、序盤で取れちゃいますので、その時にですね、取れるアドバンテージを取りこぼさないように、まあ、今ちょっとお話ししたですね、こういう、ライトニングの範囲の考え方っていうのは、非常に重要になってくるので、間違えずにですね、使ってもらえたらなというふうに思います。で、それができてくるとですね、自信持ってプランが練れるっていうのが大きいですね。本当にこれライトニング届くのっていうね、不安を抱えたまま攻めるのと、もう確実に届くから、ミスらず落ち着いて打つだけに集中しようっていう風に気持ちを切り替えてやっていけるんじゃ大違いなんでね、ぜひぜひライトニングの呪文をね、使う機会のある方はこの桂馬の動き方、桂馬の位置ですね、これをよく、記憶に、置いて攻めてもらうといいんじゃないかなという風に思います。さあ、ではですね、せっかくなんでもう一個、まあ、ライトニング絡みで面白いアタックがあったんで見ていきましょうか。これはですね、今回のケースは少し違うんですが、はい。ライトニングを打つ場所はですね、ここです。まあ、せっかくなんでこれもね、見ていきましょうか。この3つをライトニングで壊していきますね。ライトニング後のクエイク位置ですね。で、これに関してもそうです。同じように、ちょっと大きくしましょうかね。よいしょ。3つ壊せるのって話じゃないですか。1,2,3 って見えますよね。そうしたら、ここが 1,2 これが3かな3、はい、こうですね、こうなってますよね。この出っ張りが一個一個のマスになってるんで、一番、クロス棒のここ奥に、落とした場合っていうのは、まあ、一番あれか、投石の跳ねて欲しいでしょうか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ってありますよね。一番この隅っこに、ターゲットを置いて1マス空いてますね。ここ1マス空いてます。2マス空いてます。3マス桂馬の位置なんで、ここに落とせばギリギリこのクロス棒の隅っこのに効果範囲が届くので、アプローチができるということなんですね。でそこから考えましょうかね。ここに落とした場合っていうのはどうなるかって話、ちょっと見にくいな。ここに落とした場合、当然ながら 1,2,3 なんでこれは入りますよね。で、クロス棒に関しても1,2 でここで入りますよね。でアーチャー棒に対してはどうかっていうと1,2ですね。はい。でまあ3もここかな。はい。入ります。で注意してほしいのはここの4、これは入んないです。これダメね。ここ。ここはいっぱい書きます。ダメ。ダメなんです。あのね、縦3マスはいかないんですね。あくまで桂馬と覚えておいてください。桂馬が、届く範囲っていうのが、ライトニングの最長になるのでそれを超えることは絶対できません。縦に3は不可能ですね。というふうに覚えておいてもらうと、もうピンポイントでここに打てば3つ巻き込めるっていうことがまあ分かります。はい。ではね、早速実際のアタック見ていきたいというふうに思うんですけども、ライトニングをまずは、グランドウォーデンのお出火を始めてからライトニングですね、打っていきます。落とすポイント見ていてください。ここですね。はい、言った通りのところに落としてきますね。でクエイクを打って、クロスボウと投石器を破壊と。でこうすることによってこのプランの場合にはきっちりとこのゾーンが壊せるんですね。仮にテスラが出てきてもグランドオーデンのお出火の状態であれば、まあまあ2、3本のテスラは、むしろカモをですね、壊せてラッキーレベルの話になってきます。で、今回使うのはスーパーネクロですね。ガツンとこうまっすぐ通していきながら、途中でこの、突撃艦をタウンホールに当てるというプランニングになってます。で、まあちょっとですね、ライトニングパートに関するお話もちょっとこれ以上いいかなと思うので、皆さんもですね、ネクロマンサー系の話をしていくと、
今ですねあ、すいません、アーチャークイーンの食い火対策で壁にこう隙間が空いてる村ありますね。こういうところこう隙間が空いてるじゃないですか、こういう風に。でこういう隙間が空いてる村っていうのは非常にネクロマンサーが得意なんですよね。でっていうのはスキルトンがどんどん、壁を無視して進軍していけるからっていうところにまあ理由があるんですけども、このですね特徴っていうのは当然スーパーネクロマンサーでも有効です。今そのビッグボーイですね、このでっかいスケルトン、こいつらが、この壁の隙間を出たり入ったりしながら、序盤進軍してたのが分かったかなと思うんですけども、いうようなことっていうのが、期待できます。で、さらにですね、どんどんスーパーネクロマンサーがこう進軍していくんですけども、これ実はヒーラーがついてくると、スーパーネクロって本体の攻撃力がまず半端ない上に体力も半端なく高いので、そんな感じでもゴリ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 本体が進んでいけちゃうんですね。でヒーラーがつくことによって本体が、なかなか落ちないで、その本体が出したビッグボーイがガンガン暴れるっていう、まあ、この2つの、陸ユニットのそのなんかコラボレーション的なやつですね。この、ビッグボーイが歩きながらスパネクがそれを追うみたいなね、このパターンにはまってくると、だいぶですね、止めるのが不可能レベルになってきます。なので、こういうね今その壁に隙間が空いてる配置っていうのは非常に、でかくはした場合にはスーパーネクロマンサーのタックの狙い目かもしれないですね。まあ、最近そんなに使われなくなっていて、むしろね普通のネクロラッシュを使いながら、スーパーウォールブレイカーを使うだとか、スニークゴブリンを使うだとか、まあ、そういう戦術の方がどちらかというとメジャーで流行っている印象はあるんですけども、今回ですね、パンゼッタさんうっかりクラウン対戦リーグ前にスパネクをブーストしちゃってでスーパーウォールブレイカーとスニークゴブリンが使えないっていう状態になっちゃったみたいでですね、致し方なくやったところも、まあ、半分あるみたいです。まあでも攻める村をしっかり選んでね、綺麗な星さん取ってくれたんでお見事だなというところでございました。ちょっとですねこれ危なかったんですね。突撃艦に入れたこのスニゴブ3体 で多分投石機のタイヤを食らっちゃってタウンホールが落とせなかったみたいなんですけども、まあ、そこに対してねロイヤルチャンピオンを最後まで温存してしっかりと、ケアしていくってところはさすがですね。百戦錬磨感があって見応えのあるアタックでした。はい、というところでですね、本日ちょっと語りが長くなった部分がありましたが、ライトニングの届く距離というところに関してねお話をさせてもらいました。最後もう一回おさらいをしておくと、こういう感じ、マスがこういう風にあった場合、ここ今この白塗りで、した部分にライトニングを落とすと桂馬の位置ですね、ここ将棋でいう桂馬の位置、ここが一番遠くまで届く場所だと思ってください。ここは届きません、ダメですね。一番上のここはダメ、これはダメです、ここダメね。はい、矢印で書いたこの丸、この桂馬の位置が一番遠く、まあ、これを覚えておくと、あとは、どうしても壊したい、まあ、中心施設から、なんだこうマス目を計算していくだけでやることができますので、まあ、基本これを覚えておくとそれほどですねライトニングの、打つ場所で困ることもないかなというふうに思います。思いっきりこうね画面拡大して打ちたりすれば、まあ、1マスの中にきっちり、投下するっていうのは難しくはないんでね、ぜひぜひライトニングをまだ使ったことない方も、まあ、これを機にまた使っている方に関しては、なるべく大きなアドバンテージを取れるようにというところで、活用してもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。本日は小ネタ系になりましたけども、もし参考になったよということでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、今後もこうした、攻めのアタックも当然出していきますし、こういったワンポイントの小ネタ的なものもね上げていきたいと思いますので、今後もご視聴いただけたら嬉しいです。そして関西クラクラクラブもですね、今タウンホール13のメンバー、募集しておりますので、よろしければね、ぜひ遊びに来てもらえたら嬉しいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。